時間から多数お詰めかけを賜っておりまして、誠にありがとうございます。ありがとうございます。今回はですね、昭和58年第7回のね、大須大道町人祭りから呼んでいただいておりまして、もう本当にねお世話になっておりまして、その頃の昭和58年当時を振り返りつつ、いろんな曲をお届けしようということでございまして、皆様よろしくお願いをいたします。新丼通信社林幸次郎、小林慎之介、ジャージーカールでございますけども、はい、へえへえ、まああのね、うん、この3人でこのここに来るまでは大阪のね天満天神繁盛亭という落語の寄席がありまして、その落語の寄席にずっとね5日間出させていただいております。もう落語と落語、しかもね、あの一番最後の大鳥に露の都さんというその道50年の女流の落語家さん、その直前にやらせていただくという、もう本当に大役をですね、そうでございますね、大手つかりまして、そのちょっと前は笑福亭鶴瓶さんの前にもやったことあるんです、はい、桂文枝さんの前でもやったことあるんです。私こうやって言うとかの皆さん値打ちがわからない自分らで値打ちつけとかやったね、これね、天満天神繁盛亭に入ろうと思ったら2500円かかるんですよ今日はのもう無料でございますので、まあ、我々もこの業界でいろんな先輩にお世話になりました、名古屋の方ではもう本当に、昔から番宣社という、よろずを宣伝する社と書いて番宣社、これが富山のコンクールでも初期の頃はずっと番宣社が優勝してます。1、2、3、名古屋が一番だったの。もう劇団出身の方がいっぱいおられて、でその番宣社がなくなった後は河川さん、花の仙人と書いて河川さん、それから坂東さんとか長屋にいらっしゃいまして、特に大須の方の初期はね、その花の仙人、河川さんという人がよく来られてた。そうなんですね。そうなんです。1、2、3、4まで5回目があんたが来たよ。あんたは5回目まで来てないですか。私は5回目まで来てない。そうなんです。5回目は学生時代のこの人らが出て、そうなんです。私は学生でね、学生チンドイで出させてもらった一番最初ね、もうはい、本当にもうね、とんでもなかったけどね。立命の新論同好会が出演料が安いというのでやっていた。それで呼んだもんだから我々はですね、名古屋ではそういう先輩のことを知ってるけど、大阪の方でもいろんな先輩がいました。お世話になりました、はい、その中でもね、桜井秀夫さんという方がおられて、その人は天王寺の三王町、芸人村にお住まいでございました、桜井秀夫さんという方がね、我々にね一緒に仕事を連れていくときに、この曲をやってくれっていう。どの曲やろ。村田秀夫さんのね、王将とかいろいろあるでしょ。わざわざ無法松の一生じゃないのよ、人生峠というやつやってくれて。ご存知はないですか皆さん。40年前ですよ。私知らない、知らないけど、もうとにかく人生峠を一日中やっといてくれたらそれでいいからって。まずお前らこれをマイクロ踏めるように演奏できるようになれって、ね、わけわからんとその覚えておりましてですね、やっておりました人生峠で。もう皆さん全員知らないから、ここで一回やってみましょう。それでは行きますよ、はい、人生峠。なんでこの曲をやってくれって言われて、だんだんと2年3年経ってから分かるようになりました。そうですか。
この桜井さんという毎日宣伝車というね、ちんどん屋さんやっておったんですけども、平日は仕事が要件あるんですよ。平日は商店街の売り出しとかお寿司屋さんの開店、それから土日は昔はあんまりなかった、土曜日曜祭日で、そういう時どうしてるかというと、家にじっとしとっても一銭も金が入らない、特に家賃がたまってたから。双葉荘というアパートで南郷室で電話が持ってない、かっこ呼びって言うて呼び出し電話だった。毎日宣伝車という名刺があるけどね、名刺がちゃんとあるのに呼び出し電話。土曜日曜祭日はどうしてるかというと、お家で、お家双葉荘の6畳一間の部屋で化粧して、カツラをかぶって、カッパからげてサンド傘、その格好で普通なら太鼓を担いで外に出るんです。ところがその時だけは、土曜日曜祭日はね、ラジカセ言うて、若い人はわからない、テープを入れてね、ラジカセを抱えて、天王寺にあります天王寺公園というところ、天王寺公園といったらね、もう無料で入れるところがあるんですけど、そこでラジカセをポンと置いてスイッチを押すと、ね、いろんな曲が流れ、またたびもんの曲をかけて、そこで踊りを踊って、ドスを振り回して、やったら、ここの大道町人さんという人、投げ銭が入ってくるんです。天王寺の方、下町でございますからね、入ってくる。で、それお客さんの方こうやって見てられる。見ておられるお客さんの中からね、あ、先生、そんなあんたみたいな踊りの上手なこの立ち回りの素晴らしい人が自分で踊って自分でお金を回すんじゃ、お城にもったいない、投げかわし、ぜひともわしにその代わりをやらせてくれ、集めるうち、お金を集める係は私がやりますから、先生はどうぞ踊りだけ踊ってください。なるほど。それでね、やりました。ほんでその先生はね、あれをご覧と指さす方に、あ、オートレ好きよ、それやったらお金が入る。それからね、カッパからげてサンドガサ言ったらお金が入るね。軒下三寸借り受けまして、お母さんいたらお金が入るんですよ。ああ、今日はもう容器お金が入ったなって、カッパからげてサンドガサ、傘を脱いでこうやってパッと振り返ったら、そのお金を集めてたはずのおじさんがどこにもいない。あっちこっち見渡してパッと気がついて遠くの方へ走り出して、出て行くのボタンか言うたて、もう後の祭りでございました。目から火が出る悔しさ辛さ、人は悪まい、人は知るまい、人生とね、はい、人生峠の理由でございます。それでは昭和58年当時の歌謡曲でございます。さあ、そのうちの一つ、めぐみの人というのが流行りました。行きましょう、めぐみの人だ、やって、さあ、カウントだ、カウント、めぐみの人、ラストランドスター、行こう、ワン、ツー、スリー、アイ、ゴー。Thank you.
第7回の大大須大蔵町人祭りというのはね、もう今みたいに出演者が多くなかったんです。もう一番メインはやっぱり敵屋さんの方のね、単価倍が多かったんです。唐辛子のね、唐辛子売りであったり、全国から集めてはったそうですよ。もう日本一のね、仮装見をする人ね、南天の木は家のどこに植えたらいいかとか、お墓参りをするのにこういう人はお墓参りに行ってはいけないよとか、そういう話を仮装見の人がやって、それから薬草の本を売る人、この人も良かったね、その人の説に従って私は一回死肉炎が治った。ほんまに治ったんですか？ナスビの下手で病院に行っても治らないですよ。薬屋に行っても絶対にそんなもん治る薬ない。どの家庭にもあるナスビの一番捨ててるとこ、ナスビの下手、それを集めてこの素焼きの鍋でこんがりと真っ黒にして、でその粉々にしたやつを歯に塗ったらピタリと治りました。うちのお母ちゃんもまだ使ってますよ、それ。そうやってます、やってます。そういう勉強になる大道芸からね、人間ポンプ言って、電球を飲み込む、光ってる電気をクーッと飲み込んで、で暗くしたら今度お腹が光るんですよ。びっくりしますよ。金魚釣ってみたりね。金魚を飲み込んで、釣り糸の針下げて、ガーッと釣り糸。ゴイシ、ゴイシ。黒と白のゴイシを飲み込んで、次はどっち、あ、黒ですか、黒を出してみますよ。グーッと黒が出る。いや、ほんまほんま。ほんで、白ですか、白。時々そのゴイシにね、ご飯粒がついてるんです。だから本当にやってたんですよ。本当に偉いですよ。そういう方もいらっしゃったし、蛇使いもいましたし、もうほんで、今回ね、4回、6回喋れるからね。最初にこの人たちが来た時の話はまた置いておこうか。それではね、次の昭和58年当時の太田でございますけども、何か。梅沢富美男さんというね、役者さんが大スタードラマの、ね、主題歌になりました「夢芝居」という曲でございます。ちょっとお聴きください。
ングを見てください。あの時は太鼓だけだったんです。もうその後もサックスの方もね、ちゃんとこの安いサックスを安いサックスを上手に吹くという技術を持ち合わせておりました花田君でございます。ありがとうございます。あら、笛の音が聞こえてきた。お姉さんがなんか、いいですね、神社の境内で、昔はこのね、漫才、浪曲、落語なんかは境内で吉詰まりでやったようでございますけど、そうですか。今日はあんたと一緒にね、この雰囲気で、問答というのをやってみましょう。あ、問答でございますか。あなた、問答ってわかりますか。あ、もう私が大得意のやつでございます。はい、はい、はい。私が得意な問答ね、教えてあげましょう。はい、教えてください。はい、私も得意な問答は、スーキー問答に、中村モンド、ダイヤモンドにジェームスモンド、あとマリリンモンドもございますよ。ありがとう。褒めたらあかん、褒めたら。こう答えると書いてモンドと言うんですよ。はい、例えばね、はい、即席モンド、即席モンドやったらね、はい、1本でも人参、1枚でもせんべいとかありますね。なるほど、1本でもせんべい、1羽でも2羽というやつでございます。そう、あんたがそれできるかどうかやってみましょう。まずはね、全部書いても半書きとはこれいかに。全部書いても半書き、それを言うなら朝に配達されても郵便というがごとしやな。朝に配達されて郵便、そしたらね、なりもせんのに着物の太鼓結びとはこれいかに。何もせんのに太鼓結び、あ、それ言うなら何もせんのに風呂敷つづみというやつですね。なるほど、つづみときましたか。そしたらね、私いきましょうか、はい、海で惚れてもおかぼれとはこれいかに。海で惚れてもおかぼれ、あ、それを言うなら丘によっても海の親というがごとし。そしたら私は、昨日食べようと思って、やめといたやつ、お金のせいで。牛肉食うてもうまかったとはこれいかに。なるほど、牛肉食うてもうまかった。あ、それやと言うなら嫌いやと言うてもすき焼きというがことしやと。あんたの方が拍手が多いですね。それでは、夫が使ってても爪楊枝とはこれいかに。なるほど、夫が使ってても爪楊枝、あ、それを言うなら妻が刺しても老夫製薬ですな。なるほど、夫製薬ね、製薬会社の前回しも簡単。そしたらね、汽車に乗ります。1等車、2等車、3等車、四等を乗せてごとごと行くのが汽車でございますよ。それを言うなら無一文で全部七に入れてしもうて、八個と空通も入れてしもうて、とぼとぼ行くのが私でございます。情けない、こっちは情けないけど、なんかうまいこと言いました。問答でございます。ありがとうございます。お次はいよいよスペシャルゲストのね、青木美香子さんでございますね。J でございます。それじゃあ、喋ってくる朝みたいでね、もう低いパートしか用意しないよ。テンポだってね。
笛の音がまた聞こえてきた。さあ、笛が出てくると、この、ミキちゃんちゃうわ。福原。ミキちゃんは、この子に若手で、しゃべってみて可愛い子や。ミナミちゃんや。今回はミキちゃん連れてこもったぞ。それではね、大須、まあ、ここは浅間神社、向こうに万象寺ありまして、非常に織田家と縁のあるところでございまして、だから一生懸命覚えました。織田信長は本能寺の一節を、講談の方がこの後にあるにもかかわらず前座でもって悪しきところはお囃子を交えましてお届けいたします。織田信長は本能寺の一節でございます。天正10年6月の2日、京都西の洞院宅薬師本能寺におきまして、織田信長公は明智光秀に討たれました。本日はその本能寺の変の始まりの一節をお届けいたします。天正10年6月の1日夜9時ごろ、一同の人数を揃え真っ先には、水色に帰郷の門染め抜いたる大畑小畑師範変本と昼帰り、第一陣明智様之助光俊を大将とし、人数3500の同然は本堂を経て桂の里への繰り出し、行っては明智十郎右衛門を大将となし、同勢予選四人にて松尾へと超える。明智日向守光秀は2004人を率いて保津の里から山中へかかり、北よ北滝川の流れを渡り、明智軍総勢1万猶予は桂川西軍へ集結。日は早く塚総長と相なった。足軽増強は信長公へ陣備えを見せに行くのだと思っている。諸大将は光秀の腹がなんとなく読めている。いつ言い出すかと思っていた矢先、光秀第四条、よーよー一の光秀が目指すは毛利におらず、敵は本能寺にあり、それ打てそれかかれと。の一万猶予の軍勢は京都市場西の洞院本能寺に押し寄せた。一方こちらは織田信長公、作品も無事に愛すに枕についていたが、そこからともなく聞こえる陣馬の音、ガバと羽置き布団に座ってどっと耳を澄ましていたが、ようようと脱いだもの、乱丸乱丸はっと答えても、将来の乱丸、お召し何かご用にございますか。その方の耳にも入らざるや、陣馬の近づく音がいたすが、まさか光秀が裏切って大軍で押し寄せてきているとは誰も思わない。何者が参るか、この身を追い出せ。はぁ、あたばだっと走り出した乱丸、庭へひらりと飛び降りて小手を払って見てやれば、薄明かりの中松明が数百、その明かりにひらめいているのは水色の帰郷を染め抜いたる大旗、その中に銀の逆さ傘の馬印を押し立てている。察するに
滅ぼしたる三好松永の残党がお城でしょ。恐れながら卑怯の門逆さがさの馬印明智日向殿の逆寄せと心得ます。な、何、光秀の逆寄せとな。あやうなっておられましたが、憤りが現れぐるぐると身を震わされ、乱丸、もはや信長の命今朝に迫ったぞ。三好松永の残党ならいざ知らず、日本一の軍事の明智光秀の過酷に抜かりはあるまい。諸官諸戦逃れる道はあるまい。一矢報いて相果てるまでじゃ。逃走にてくまりにかて、やや一郎の面々、お目覚めそうらえ、お目覚めそうらえ。明智光秀勢は古信長公に運河のごとく押し寄せたのでございました。本日申し上げたるは本能寺の変の口火を切った始まりの一節。この続きはまたの機会とさせていただきます。本当は覚えてくるはずだったんですけど、昨日の晩に作品が完成しましたので6回やってるうちに覚えると思いますから、みなみちゃんでございました。ありがとうございます。それでは、今回一生懸命扮装工夫を凝らして、単なる着物、ちょっとね、ドレス風の着物になっておりますけど、ふみかが、踊ります。考えてみたらね、もうそれこそ昔はね、この子こんなちっちゃい2歳3歳1歳の頃からここベビーカー乗せて連れてきてたんですよ。ほんで帰る時にね、さあ帰ろうと、もう泣いて泣いて約束が違うって言われて泣いて、帰りにおもちゃを買ってくれるという約束で大須に連れてきとって、ああせやせや忘れとったな言って、おもちゃ屋さんがあると2軒あるの、どっちで買おうかな、行ったり来たりしながらおもちゃを買ってあげた思い出があります。それが今ではこういう大きな大きな女性になりました。曲は何で、はい、シルエットロマンス。さあクラリネットのいい調子を聞いてもらいましょう。
ただきました。また明日来させていただきます。去年もありがとうございました。それでは、また1984年あたりの曲に載せまして、お客様方のお手近に行きますので、何か質問があったら答えてください。反対、こっち答えるわけや。お客さんが質問してはこっちが答えなかった。そういうことで鍋戦タイムでございまして、もしもピアノが弾けたなら行きましょうか。はい、イカリンとミナミちゃんとフミカが息を整えていきます。東京でも大阪でも講談がブームでございまして、ぜひとも聞いていただこうということで、今回で、本当に無理を言って呼んでいただいたんではないかと思いますけども、ご期待くださいませ。どうぞ前の方で見てください。我々はこの曲演奏しながら帰るんですけど、さあ紹介しましょう。講談と太鼓を叩きました南ちゃんでございます。番長がジャージー川口さん、ソプラノサックス18年ぶり花田正史さん、クラリネット小林慎之介さん、チンドン太鼓と踊り文化でございます。そしてスペシャルゲストは青木美香子さん。また CD も持ってきてるから、また欲しいと言ってね。私がリーダーの林幸次郎です。この曲を演奏しながら途中からだって、あそこの酒場の前でまたご祝儀いただきましょう。ありがとうございました。